こんにちは、キーボーディストの歌のしかです。今回なんですけども、ダースペンター動画でも使えるジャズフレーズ10選ということで譜面付きで紹介します。そもそもジャズフレーズって何って思われる方はいると思うんですけども、簡単に言いますと251コードトーン、アルペジオ、クロマチックアプローチ、ターゲットノート、これらを駆使して作られるフレーズです。さて、あなたが何かフレーズを弾くときに、なんかペンタばっかりでペンタに縛られている、もっといろんなフレーズ、いろんな音を使いたい、やっぱり何かジャズフレーズを習得したいと思ったことはありませんか？大丈夫です。今回の動画はその悩みを手助けできる動画となってます。これから紹介するフレーズはキーは C で、コード進行2516の循環コードで作ったフレーズです。で、ビートはスイングになってて、だんだんと難しくなってきます。どこでも使えるジャズフレーズをなんと10個紹介して解説もしているので、最後まで見てジャズフレーズを習得してほしいです。それでは早速見ていきましょう。レッツミュージック。この一つ目のフレーズはジャズのビバップフレーズの代表的なフレーズの一つです。最初の3小節間251、これだと Dm7Gm7Cmのところを一つのコードトーンをターゲットノートとしてフレーズを作ってます。最初の Dm7 の G、 こっから次 C、次 E、 でここが G、 これのコードトーン、 C のコードトーンを使ってます。で、次の G7、 最初の G が C のコードトーンで、本当は E に行きたいんだけども、遠回りしてこのクロマチックアプローチですね、 E に行くためのレ、レシャープ、ミと言ってます。で、次 C。で、ここも B、まあ、C ですね。C を一回挟んで、ドに行ってます。で、このフレーズを A7 でモチーフとして展開していく。これをもう一回つなげて弾くと、このどこかで聞いたことあるようなフレーズを一つ目のフレーズとして紹介しました。この最初の1小節目の Dm7 では、 Dm7 のアルペジオ、コードトーンのアルペジオを使ったフレーズになります。イレンブンスまで使ってます。まず9から上がっていって、次5という風に上がるフレーズです。このフレーズを最初 Fm7で、次を Am7 で分けて考えても大丈夫です。で、次の2小節目の G7 ではオルタードスケールの代表的なフレーズを使ってます。まず G7 のシャープ9から降りていきます。フラット9、フラット13で、次サードに飛びます。これの繰り返し。オルタードスケールの下りのフレーズとしてよく使われるフレーズなので、これはぜひ試してみてください。で、最後3小節目の Cm7 では1つ目に出てきたフレーズに似てますね。これは C のコードトーン、ソドミをターゲットノートとして
フレーズを作ってます。最後のレシャープミ、これを下では F シャープ G とハモってます。これを投げて弾くと、2つ目のフレーズではアルペジオとオルタードスケールを使ったフレーズを紹介しました。この3つ目のフレーズでは分かりやすいコードトーンのフレーズを使ってます。最初の1小節目の Dm、 これは Dm のコードトーンを上から降りてきただけですごく分かりやすいですね。この5th, 3rd, root, 5th まで来たら、次ルートが半音ずつ下がっていく。で C#C で次 A シャープに行くんですけれども、この A シャープは次の小節 G7th のサードに向かうための A シャープ、ここでクロマチックアプローチを使ってます。で次の2小節目 G7th ではサードから始まって、ここは G7th の分散音ですね。サード、フィフス、セブンス、ルート、で次オルタードテンションですね。ここは G に向かいたい、このフラットナインス、まあ A フラットで次セブンスルートに向かいたいんだけども、もう一回挟み込もうと A シャープ、シャープラインスですね。でもう一回フラットナインスで次 C メジャーのフィスに着地するということですね。で3小節目の C メジャーセブンス、これ1つ目のフレーズでも出てきたバップのフレーズですね。これはコードトーン狙ってます。4小節目の A セブンス、このフレーズは上に B フラットマイナーのトライアドを乗っけてるっていうイメージを僕はしてます。フレーズだけで見るとこれなんですけども、 B フラットマイナーメジャーセブンス、このメジャーセブンスが下にいた感じという解釈もあると思います。で4拍目が、これは次の2に向かうためのクロマチックアプローチですね。使うと次の Dm7th の 9th に当たります。次のフレーズが作りやすくなります。でここでジャズ特有の小技があるんですけど、この3小節目のフレーズ、ここの A7th に向かう直前のフレーズ、これを1回という感じでちょっと音を付け加えることができるんです。めちゃめちゃおしゃれになりますよね。つなげていくと、3小節目のフレーズではコードトーンを使用した分かりやすいフレーズを紹介しました。このフレーズ1小節目は中心となっているのは Dm7th の 9th、 これですね。このコードトーンを中心に 11th から始まります。 G ですねというフレーズが出来上がります。で次に G7th、
ここではなんとディミニッシュのコードトーンが聞こえてくるかと思うんですけども、 G7 のフラットナインスのルートを抜けた状態のフレーズを上昇しています。つまり B のディミニッシュの形になるんですね。セブンスではディミニッシュのコードトーンも活用できるのでぜひ使ってみてください。で、この2小節目の最初の1拍目、実はこの D に向かうために1小節目の4拍目からなんとフレーズが続いてるっていう解釈もできるんです。1小節目の4拍目からいくと、この D に向かうためにっていうクロマチックアプローチを大げさにやってます。で、2小節目このディミニッシュのコードトーン上がったら、次は C メジャーのサードに行きます。で、この3小節目のフレーズは C に向かうためにこういったクロマチックアプローチの音を使ってます。 C がターゲットの音ですね。フレーズ3つ目でも少し紹介したジャズの特有の小技、こういうリズムを使うとよりジャズっぽくなります。4つ目のフレーズではコードトーンのアルペジオ、ディミニッシュのアルペジオ、そしてターゲットノートに向かうクロマチックアプローチを活用したフレーズになりました。この5つ目のフレーズでは1つのフレーズを展開してます。この1小節目の Dm7th のこの形を1つのモチーフとして、これを次の G7th、これはフラット13とフラット9th とサードの組み合わせですね。で、続き Cmj7th、これは 9th、Mj7th、5thA7th ではサードフラットナインスナチュラリサーティンの組み合わせでできたフレーズです。つなげて弾くと、5つ目のフレーズでは1つのモチーフを展開して作ったフレーズでした。先ほどの5個目のフレーズと同じように1つのモチーフの展開を使ったフレーズです。このフレーズはジャズでは定番中の定番です。すごくメジャーなフレーズなのでぜひ使ってみてください。この Dm7th で解説すると 11th 3rd 5th 7th 9th ルートという仕組みになってます。で、この Dm7th のこのフレーズを一つのモチーフとして G7th でも似たようにやっていきます。これはシャープ9th、フラット9th、サード、フラット13th、ルート7th という形を作ってます。 C メジャーだと 9th、ルート、サード、5th、メジャー 7th、6th。モチーフを展開するにあたって、そのモチーフを完全に真似するのではなく、それに似た形を作るだけで大丈夫です。で、最後 A7th、 これは 7th なんですけど、フレーズでメジャー 7th を使ってます。もう一度つなげていくと、6個目のフレーズではジャズの代表的なフレーズを一つのモチーフとしてそれを展開したフレーズでした。
ここから少し複雑になってきました。この7個目のフレーズではホールトーンを意識して使ってます。この Dm7 の最初のフレーズ、これはこの D をターゲットノートとして最初 E と C シャープで挟み込みをしているフレーズですね。でここからコードトーンアルペジオで登っていきます。でこの2小節目の G7 では G のホールトーンスケールを意識して作ってます。ホールトーンスケールというのは全部全音階で作られたスケールです。このスケールを最初の3拍間で階段のように積み上げていって、ここでホールトーンスケールならば普通のナインスがつくんですけど、ここであえてオルタードテンションのシャープナインス、フラットナインスを使いました。で3小節目 C メイジャー、ここではなんとシャープイレブンスの音を使ってます。1回フィフス、ここで四分音符でクッションを入れてシャープレムスナインス、まあ D メジャートライアドを意識しました。で次3拍目は C メジャーセブンスのアルペジオで、4小節目の A7 は A をターゲットノートとしてナインスから降りてくるっていうだけですね。もう一度つなげていくと、7個目のフレーズではセブンスでホールトーンスケールを意識している、ホールトーンスケールを階段のように使っている、 C メジャーでシャープイレブンの音を使う、これらを使ったフレーズでした。難しくなってきました。最初の1小節目はなんと Dm7 の半音上のマイナーコード Eb マイナーからアプローチをしています。最初 Eb マイナーの 5th 7th 9th とルートから次 Dm7 の 9th でアルペジオで登っていくといったフレーズです。で次の G7 ではこれはホールトーンスケールを意識しました。このフレーズはジャズの代表的なフレーズでもあるのでぜひ使ってみてください。でここまで来たらそのままなんと G のオーギュメントの形ですね、コードトーンをアルペジオで下がっていくというこのオーギュメント、この Eb まで降りていったら次 C メジャーのサードに着地する。で次の C メジャーのこのフレーズ、これは C メジャーのコードトーンをターゲットノートとして使っています。ここでもジャズの独特なフレーズ、このフレーズですね、もよく使われるのでぜひ試してみてください。これでつなげていくと、この8個目のフレーズは Dm の半音上の Eb からアプローチを仕掛けた、セブンスではホールトーンとオーギュメントの形を意識したフレーズ、ジャズの独特なフレーズを使いました。ついに9個目です。この9個目のフレーズすごく複雑ですよね。このフレーズはターゲットノートクロマチックアプローチすごくふんだんに使ってます。解説していくと、最初のこのフレーズなんですけども、ターゲットノートを D にしてます。この D に向かうためにミ、E からここまですごい
遠回りをして D に向かってます。で G7 する、ここも B がターゲットの音で、あとはアプローチの音です。でこのフレーズはジャズの独特なフレーズです。ぜひ使ってみてください。このフレーズでは E をターゲットの音にして、同じようにアプローチの音を仕掛けてます。最初と同じようなフレーズですね。最後 A7 する、この E から C シャープまでの跳躍、かっこいいですね。つなげていくと、はい、この9個目のフレーズではいくつものターゲットの音、アプローチの音がありました。2小節目の G7 のフレーズの中ではジャズの独特なフレーズも使用しました。最後の10個目のフレーズやってきました。このジャズピアノ独特のブロックコードと呼ばれる奏法です。このブロックコードの仕組みはトップノートとボトムノートは一緒の音で、その中にボイシングを作っているということですね。最初の Dm7 です、この G11 をトップノートとして、あとの Dm7 のコードトーン5th, 7th, 9th を入れます。で、ブロックコードをこれを作るときに、トップノートとボトムノートは、ボトムノートの方にボイシングを寄せます。で、次、G7 に向かうために D7 を一度入れてます。これはフラットナインスですね。入ってます。で、G7。うい、やばい。で、この G7 では、サードとシャープラインス、ボトムの音ではあえてぶつかせてます。で、離してトップノートですね。 G7 が一番大変、すごく動きます。トップノートだけ見ると、これにボイシングを当てて、これディミニッシュ、ディミニッシュで、この E になった時に F メジャーセブンスを当ててます。で、次 C メジャーセブンス、で、A7 で、これは G7 と同じ仕組みですね。で、次は下がっていきます。この最後の10個目のフレーズはブロックコードを用いたフレーズでした。トップノートとボトムノートは同じ音、トップノートは独立してボトムノートの方にボイシングを寄せる、これができるとかっこいいアドリブになります。はい、いかがでしたでしょうか。今回はダスペンタ、どこでも使えるジャズフレーズ10選ということで譜面付きで解説していきましたが、どのフレーズも使いやすくてかっこいいので他とは違ったおしゃれなアドリブができるようになります。これでペンタに縛られているあなたの悩みも脱ペンタできます。ぜひフレーズを覚えてセッションで試してみてください。今回のようなジャズのフレーズや実践的なノウハウ、あとセッションの小技などをセッションの極意としてこれからも配信していきます。もっと知りたいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、Twitter、Instagram でも音楽情報などつぶやいているのでフォローをお忘れなく。それでは今回はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。またねー。